どうもどうも、まさとです。はい、今回ご紹介するのはこのカードでございます。キャッシュですね。知っている人は知っている、知らない人は知らないカードでございます。はい、こちらですね。このカードは何かと言いますと、チャージして使うタイプのカードとなっております。で、Visa に対応しておりまして、タッチにも対応しております。で、普段あまり、前はこれのライトかな、キャッシュのライト、を使ってたんですけれども、こちらの方にタッチが使えるということでこちらに、切り替えました。でね、今、電子マネーとかですけれども、こちらを、メインに使うことが徐々に多くなってきております。普段はね、楽天ペイとあとエディかなを使うことがありまして、でエディはですね、楽天のポイントですね、そちら貯まったら、エディに交換して、使っていると。で、主にね、マクドナルドの、支払いで使っているんですけれども、エディの場合ね、ポイントがつかないんですよ。で、そういうこともありまして、エディの残高が少なくなったら、こちらに切り替えて、マクドナルドで、使用しております。私の使い方ですけどね。で、こちらのいいところはですね、クイックペイに対応してるんですよね。なのでマクドナルドで使うときはこのアップルウォッチを使用してクイックペイで購入しております。それではね、このキャッシュのアプリの方、ご覧いただきたいと思います。このような、画面になっておりましてですね、こちら、見ていただきますとカードの方ロックができるんですね。これカード番号とかは裏面に書かれております。なので表からは見ることができません。このアプリ上でもね、カード番号を見ることができまして、この右のカード情報、ここをタップすると、見ることができます。で、あと画面見ていただければお分かりの通り、残高が分かりますね。残高とポイントが分かります。今残高が479円ありまして、そしてポイントが30ポイントあるんですね。で、このポイントがですね、結構お得なんですよね。 1% ポイントつきまして、購入したカード使って額の 1% ポイントをつきまして、で数日経てばこのポイントね、ここに表示されるようになるんで、反映されますん でそれを残高にプラスすることができるんですね。これ押せば出てますね。1ポイント1円からキャッシュ残高へチャージ可能というふうになっておりまして、今30ポイントなんで30円分入れることができます。今やってみようか。そしたらね、30ね、でチャージでプラス30になるので、現在の残高が479かな。でチャージ、はい、509円になりましたね。このようにポイントを即座にチャージすることができます。であとね、これチャージどうすればいいのかということで、あとクレジットカードが登録できるようになってます。でも私はちょっと安全をのためにカード類は登録一切しておりません。この手のペイペイにしてもね、登録していません。銀行、じゃあ郵便局かな、ゆうちょだけ、ペイペイの場合は登録しています。で、このキャッシュ、他チャージ方法何があるのかと見ますと、このようにセブンイレブンの ATM ですね、セブン銀行の ATM で、チャージすることができます。セブン銀行行った時はね、これでセブン銀行の ATM からチャージしてるんですけれども、であとね、コンビニ、ファミリーマートや、ローソンなどで、チャージできるようになっております。ただね、レジ行って、チャージしてもらうという形だったんじゃないかな、これね。そうだよね、端末、各コンビニにある端末にで発券して、それでレジで支払うというのでちょっと面倒なんですよね。で、私一番よく使うのはもう一番下にあります銀行 ATM ページですね。これを使って、チャージしております。これならね、手数料もかかってなかったと思うんで、3000円から、チャージできるようになっております。で、サクッとね、私はもうこれページ使って、チャージしています。で、チャージするにしてもね、これ少額決済でしか私使ってません。なのでね、まあ、入れても3000円ぐらいですよね。で、ちまちま、使って、で、また足りなくなったらチャージするというふうな感じで、まあ大体、まあ入れたとしても1万円ぐらいまででしょうね。うん。で、もしね、これ不安のある人は、ここ、上のね、カードロック、真ん中にありますけど、カードロックしとければ、不正利用されることもありません。万が一の時考えてね。で、使う時だけロックを解除すればというふうな、ちょっと面倒ですけども、それで安全かと思います。で、あとこれ、左のカード設定、タップしますね。で、こちらの方でですね、
決済限度額、1回の決済限度額も設定できます。一応私3万円にしております。まあ3万円入れないけどね。でその下ですね、決済限、1ヶ月の決済限度額設定できるようになっておりまして、一応9万円となっております。で次にですね、その下にオンライン決済可能ということで、オンラインでこれを使うのかどうかという設定ができるのと、であと海外の実店舗で決済をするのかという設定もここでできるようにしています。で私はしないようにしております。であとその下カードロックですね、さっきのところと同じだと思います。これはね、はい、このように、きめ細やかに設定できるようになっておりますので、まあある程度は安心かなと思います。はい、なんといってもポイントがお得ですよね。であとクイックペイが使えるということなので、それが結構便利なんじゃないかなと思います。結局ね、今、PayPay とか LINEPay とかありますけれども、このキャッシュのカードに移行しつつあります。んで LINEPay はもう今ほとんど使うことなくなって、 PayPay だけダイソーで使いますね。小銭あれジャラジャラするの嫌なんで、ダイソーで PayPay 使ったりします。であとはそうですね、大体、まあ、順番から言えばこのキャッシュで、マクドナルドでエディ、あとは楽天ペイを使ったりしますかね。そういうふうな感じで、ちょっとお店によってね、使えるところと使えないところそれぞれねあるので、切り替えて、使用するようにしています。はい、はい、ということで今回はこのキャッシュのカードの方、ご紹介させていただきました。結構これ便利でいいですよ。で実際ビザとして使えますんで、タッチとして使えるんでね、結構安全かと思います。ということで今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。